ジョージ・ロバート・ウォーター・ハウスジョージ・ロバート・ウォーター・ハウスはイギリスの博物学者である。ロンドン自然史博物館などで働き多くの動物を記載した。ロンドンのサマーズ・タウンに生まれた。父親は法律家の事務職でアマチュア昆虫学者であった。弟のフレデリック・ジョージ・ウォーター・ハウスも動物学者となり、オーストラリアの生物を研究した。 ベルギーのブリュセル近くのコクルベールの学校で学んだ。あと、1824年にイギリスに戻り、建築家の見習いとして働き始めた。庭園の設計や教会の装飾の設計などをした。父親から昆虫学の興味を引き継ぎ、1833年にフレデリック・ウィリアム・ホープとロンドン昆虫学会を設立し、名誉学芸員となった。 1849年から1850年には会長も務めた。チャールズ・ナイトの百科事典、ペニー・サイクロープディアの項目も執筆した。1835年にリバプール王立研究所の博物館の学芸員に任命された後、1836年にロンドン動物学会の学芸員に変わった。はじめ動物学会の哺乳類標本の目録作りを行い、 翌年にはその仕事を終えたが、この目録は当時イギリスで一時的に用いられていたクワネディアンシステムという分類体系に従っていなかったので出版されなかった。ビーグル号の探検公開にチャールズ・ダーウィンと同行することを求められたが、同行しなかった。ダーウィンの帰還後、ダーウィンの収集した哺乳類、甲虫の標本はウォーターハウスに託され、ウォーターハウスが研究し、 結果が出版された。1843年に、ロンドン自然史博物館の鉱物学部門の助手となり、1851年に、ボッシュタチャールズ・コーニックの後を継いで、ロンドン自然史博物館の専門職員となり、1880年まで、その仕事を続けた。博物館の有名な史祖長の化石が購入されたのは、ウォーターハウスが学芸員の時代である。 哺乳類に関しては袋アリクイやゴールデンハムスターの記載者といて知られる。ありがとうございます。